皆さんこんにちは、CLOです。毎週恒例、紹介銘柄週間報告をさせていただきます。先に自己紹介をいたします。CLOの米国株ノートを運営しています。YouTube では主にアメリカ株の有料個別銘柄について動画にしています。紹介銘柄は YouTube、ノートを中心に必ずフォローしています。もし動画良いと感じていただけたらチャンネル登録よろしくお願いいたします。また、明治会員です。明治対プライベートに関してもノートでたまに書いてますので、よかったらご覧ください。この動画では、紹介銘柄の週間騰落率、来週の株価展望、CLOの今後の投資戦略について紹介していきます。まずはロイティファーマです。今週は上昇。週間騰落率はプラス 3.0% です。次の銘柄はアハドスパイファーマです。今週は下落。週間騰落率はマイナス 1.0% です。来週の株価展望を紹介します。ロイティファーマは4週分の上昇です。ヘリングの膀胱内遺伝治療薬を最大500ミリオンドルでパテント追加する契約を結びました。アーブドスパイファーマは2週分の下落。新規ニュースはありませんでした。個別株の推移を確認します。今週は小型株に方向性が見えない1週間でした。指数の影響を受けながら推移しています。今後の投資戦略についてお話します。週間騰落率 S&P500 プラス 0.82%、ナスダックプラス 2.26% でした。方向性がない中で高いボラティリティが続く1週間でした。PMI は予想を下回る結果で、ジャクソンホール会議では新規事項はなく、事前予想で下げました。NVIDIA は決算前に期待感で上げながらも、決算後に業績反映したような動きは見せない結果で、相場の評価に疑問が継続します。最後に CLO の来週の投資チャンスはやや浮きを維持です。来週は PC と ISM 製造業景気指数に注目しています。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画面白かった、役に立ったと思う方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。また、友達や周りの方にもぜひしてみていただけると嬉しいです。ノート、Twitter も毎日そばについて更新しているのでフォローお願いします。以上、シロでした。また見てください。